言葉一つで人を幸せにも不幸にもできるんですよ。リリオンでディベート大会開催。ホストたちの熱き絶戦が始まる。友達は言うなれば替えの利く存在なんですよ。替えが利く存在って言ったけど、友達は替えが利きません。絶対ディベートができないんだったらホストやめちまえって思うそれ。で今日はリリオンで毎月1日にディベート大会を行っていて、でディベートはそのやっぱその女の子とコミュニケーションするときに論理的思考だったりプロセスっていうのをちゃんと話さないといけないんで、でみんなのその論理的思考を上げるためにこういうのをやってます。ホストの男の子たちのコミュニケーション能力を伸ばすため今年から取り入れたというディベート大会。ホストの男の子ってこのコミュニケーション能力が高いかと思いきや、そんな実はあんま高くなくて、結局高卒だったり中卒、まあ、大学出てるけれどもちゃんとしたビジネス教育を受けてない状態でホストやっちゃってるんで、プライベート会話はできるかもしれないけれども、じゃあ女の子に対して納得できるような会話ができるかというとそういうわけではないんで。動画の撮影してる。伸び率が上がらない男の子たちっていうのは何がいけないかというと、女の子は納得できるような会話をしてないんですよ。無理やり女の子が好きだから言葉でいや知らねえよみたいな、俺はこうなんだからこうなんじゃんみたいなことを言って女の子は納得しちゃうみたいな、納得してないと普通にそれで好きだから黙っちゃうみたいな。やっぱ好きだとね、それ以上言ったら嫌われちゃうかもしれないと思って引くじゃないですか。だからうまくいってるだけで女の子納得してないんですよ。じゃあ今後自分たちを応援してもらって1億とか数字を売り上げたいと思うんだったら女の子に納得して使ってもらわなきゃいけないんで、さらなる売り上げを上げるためには女の子を説得し納得させる能力が必要不可欠。そこで軍神が取り入れたのがディベート。運用から4ヶ月、すでにその効果が出てきているという。トーク力が違うんで、女の子をちゃんと説明するっていう力もうみんなが持つようになったんで、先月もナンバー10まで、ね、500万弱っていう数字まで全部上がったんで、それがやっぱ一番大事かなと思います。リリオンで6チームあるんですけど、各チームまずそこのチーム内から3位までを選抜する形でやってます。でそこから上位上がってきたのをトーナメントでここでみんなの前でディベートをしてもらう形になります。トーナメントの勝者には初回のお客様に多くつくことができる賞与が与えられる。その賞与を獲得するためキャスト全員が真剣に取り組む。その結果ホスト全員のレベルが向上し店全体の売り上げが上がるという軍神の戦略である。やっぱ人をリムと愛し続けることでやっぱそれ良い深さのある時間になると思うし、ゴミ袋を無駄にする人って本当に無駄にしなくなる。だって結局結婚なんて普通に書類だけの、あと目的とかあるけど。じゃあ始めます。で1回戦目、じゃあそうと至る。でお題は外見と性格どちらが大切か。じゃんけんで勝った方が外見、負けた方が性格。軍神が出題するテーマに即興で理論を構築し、おのおの30秒ずつ対立意見を述べ、その後2分30秒お互いの主張を真っ向からぶつけ合い、審査を行う運営陣をより納得させた方が勝者となる。憲法9条を改正すべきかどうか。現状憲法9条では日本は武力を持たないと言いながら自衛隊は武器を持っていて、憲法に反してるわけじゃないですか。実際武力を持たないことによって、例えば自衛隊が海外に派遣される時って紛争地に行かないようにされたりとか、今安全性がとてもあるんですよ。じゃあ例えば日本がもし戦争になったら、もし仮にね、自衛隊が武器を持たないっていうのは自衛隊が安全になるかなって俺は思いますけどね。日本が初めて武器を戦争を廃止した国なんですけど、まあ、そういった国に戦争を仕掛けること自体が敵に回すような行為だと僕は思うんですよ。両者一歩も譲らないハイレベルなディベートが繰り広げられた。3対0でカナダ。女の子はホストやってみんな分かると思うけど、感情の生き物なんだよね。どれだけ愛されてるかっていうのを実感した生き物なんだよ。でも女の子が一方的に言うことの気持ちよさっていうのは絶対ある。イオさんもだってお酒飲むことの気持ちよさ分かるじゃないですか。そういう感じですよ。女の子からいるで、そこの女の子から俺は選べるんですよ。僕貧しい家庭で育ったので、貧しい時はめちゃくちゃ辛かったですし、どれだけ時間があっても何もできないんですか。それを解決する方法なんだって言ってお金なんですか。でもそれ大事ですね。お金があったらそれです。まあ、時間を借りるってことですよね。それで反対に対して、他の方に言って
いやいやいや、だからお金の方が幸福度も高いし、お金がなきゃ何もできないじゃないですかっていう。資金制度は撤廃すべきだと思ってます。まあ、この仕事でも、まあ、あると思うよ、非常に、はい、全然親を敬うことによって生まれるのは、その土地柄に根付いてしまった固定的観念が根付いてしまうんですよ。親がいなかったら、ね、俺たちいないわけよ。それがね、そうじゃない？おっしゃる通り。そう、だから俺はそれに対して敬うべきだよねっていう話をしたら、うん、そうですって言ったから、まあ、敬うべきだよね。軍神の真似をして一見ただふざけているように見える龍馬。しかしディベートで重要なのはどちらが正しいかではなく、どちらが共感できるかだ。軍神の真似をすることで自分の主張に説得力を持たせようとしているのかもしれない。尊敬できたりとか敬ったりとかできない男になってるのか人間になるのかどうなのかっていう話なんだよね。親を敬うべきでないというのは、言い方を変えれば親と対等関係になるということであって、親を敬うというよりは親と対等関係になるべきだと考えます。まず何言ってるか分かんないんだけどそう、まず日本語がねちょっと難しくて何言ってるか分かんないんだけど、龍馬はただふざけているだけだった。映画って一ストーリーを見てるものなんで、ストーリーを見る中で感情の起伏だったりとか細かい語彙の違いがあったら、映画本来の作品をそのまま素で受け取ることってなかなか難しいと思うんですよ。もちろん字幕だったら字幕の良さもあると思うんですけども、うん、僕はその吹き替えであって初めて生きるとこもあると思うんですよね。英語で Always って答えます。それを吹き替えバージョンでは Toward って訳すんですよ。それって吹き替えならではの良さがあるし、ちゃんと映像にも集中できて、で吹き替えも吹き替えで良さがあってって考えると、わざわざ字幕で見る必要ないのかなって思います。今のレントもボケと撮ってるからね。だからボケと撮ってるからカウンター撮ったらいいよって言うじゃん。で英語が分かってる、英語読めるやつしかさ、そのニュアンス分かんないんだから、日本人のじゃあ何パーセントが英語分かるんですかとかさ、ね、いくらでも相手が言ってきたことにカウンター載せられるわけよ。じゃあそういうのも踏まえてちゃんと今ここで学ぶこと。ディベートの大事なところって、人がディベートしてんのを聞いて学ぶといいよ。例えば売れっ子からの、ね、思考からするとヘルプつくじゃん。で担当と姫が喧嘩したりしたら、ここのまま話進めてったらこういう感じで後々話で墓穴掘るなとかで見えるわけよ。それもあんま踏まえてちゃんと見た方がいいよ。特にね、売り上げ今ね伸び悩んでることが絶対それ見ないとダメよ。ノア VS スイラー、これ1分3分の5分間でやります。友達と彼女どちらを大切にする？最初はグーじゃんけんぽい。友達で彼女ね。彼女との関係はもちろん大切だけど、彼女にも彼女の友達がいます。お互い自分の友達を大事にできる関係性の方が彼女との関係もうまくいくに決まってると思うので、友達が大事だと思います。彼女っていうのは基本的に一人です。だそうした時に友達は言うなれば替えの利く存在なんですよ。ただ彼女は独自性が非常に高い、あなたじゃないとダメなんだっていう状況で必要とされるんですよ。替えが利く存在って言ったけど、友達は替えが利きません絶対に。彼女はそれ以上好きになることがあれば、替えという言い方は良くないけど移り変わっていくことはあるけど、友達も替え利きますね。友達って成長に伴って移り変わっていくし、両者の主張が激しくぶつかり合う決勝戦。果たして勝敗の行方は。2対1でノア、おめでとう。ノアが取締役の意地を見せつけた。軍神行っちゃうよ、軍神も行っちゃうよってナイス、軍神行っちゃうよ。この龍馬の煽りが思わぬ展開を招く。一戦でちょっと決めてやってもらっていいですか？やだ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 、やりますか。おお、せっかく気持ちいい気持ちで終われるみたいな。なんと軍神が緊急参戦、優勝者ノアとエキシビジョンマッチを行うことに。ジャッジは拍手で決めましょう。拍手の大きさで決めようと思います。みんな頼むよ、ちょっと決めてね。はい、一旦参戦していただいたということで、テーマを発表したいと思います。今回は、やっぱり一旦強すぎるんで、ホストクラブある方がいいかない方がいいか、五木さんにはもうない方がいいというルール、こちらで決めさせていただきました。
ホストクラブは絶対にあった方がいいです。僕はホストクラブやる前とホストクラブに入ってからだったら圧倒的に自分の人生が変わったし生活水準も上がりました。もし俺らが子供を産んで娘が生まれた時にその娘にホストクラブ絶対行った方がいいよって本気で言える？誇れる？俺はそれ誇れなくない？おじさんが誇れる、誇れないって言いましたけど、うん、僕は次の世代の子たちに誇れるからやれっていう風に言う必要もないと思ってて、でもそこだったらビジネスの観点崩れてるじゃん。いや、だから必要ないじゃん。だったらだってビジネスがそもそもある理由っていうのはさ、人の社会的に貢献するからビジネス存在するんだよ。その社会的貢献を否定するんだったらそもそもビジネスじゃないから。ではビジネスじゃない僕たちホストが人のことを幸せにできてないんですか？でそれでも別にホストという業種にしなくてもいいじゃん。ビジネスで稼げる人よりもホストで稼げる人の方が圧倒的に多いと思うんですよ。お金をもらってこういうことをしなくたって女の子を幸せにできるわけじゃん。それで言ったらホストクラブに来る女の子のホストが無理やりシャンパン入れよう、何やらしろ金使えって言って使ってるわけじゃなくて、そことの関係性において自分から入れたいなとか、だからそれはそうさしてるだけよ俺らが。エンターテインメントがホストクラブで大事だから。終了。そう、あ、いやすごいわ。そうですね。軍神に対して一歩も引かなかったノア取締役、ジャイアントキリングなるか。ノア君が勝ったと思う人拍手してください。じゃあ一さんが勝ったと思う人拍手してください。いやすごい、お疲れ様でした。勝者は五木さんですかね。おめでとうございます。おめでとう。リベートっていつぐらいからやってるんですか？今年入ってからですね。昨年1年間って節目だと思うんですけど、みんなに足りないものだと分析したときに、やっぱこのコミュニケーション能力にあたってディベート能力、討論する能力ってのはすごい大事だなってことで、まあ自分が全部カリキュラム作ってこのディベートを今年から取り入れてる感じです。うちらはプロなんで、コミュニケーションのプロなんで、コミュニケーションができないんだったらやめろって話じゃないですか。サッカー選手もサッカーが下手ならサッカーするなって話じゃないですか。ディベートができないんだったら、コミュニケーションとしてできないんだったらもうホストやめちまえって思うんですよね。言葉って魔法なんで、言葉一つで人を幸せにも不幸にもできるんですよ。なんでディベート変えたということは女の子を幸せにすることができないんですよ。女の子が言ってほしい言葉、女の子が感じてること、それを読み取ってこっちがその適切に言ってあげる、これって女の子を幸せにすることじゃないですか。だからホストクラブに来てるんで、ホストクラブに来てるのに不幸になるんだったらそのホストいらないんで、仕事として成り立ってないんで。すごいみんな真剣にやるんですね。そうですね。今回賞与がやっぱ初回に100つけられるんで、で2位が90組、3位が80組なんで、やっぱその点でかいんですよ。やっぱチャンスを自分が取りに行くか取りに行かないと大事じゃないですか。やっぱうちだってホストなんで、チャンスを取りに行けないやつはもう売れないんですよ。もうてかむしろホストなんかやめた方がいいです。チャンス取れないから、与えられた仕事を淡々とやることをやればいいんですよ。もう勝ちに行けないんだったら、うちらはやっぱ勝ちに来てるんで、だからこそやっぱそこをちゃんと取りに行く姿勢でいてほしいなと思いますね。